ニャウンウーは、ミャンマー北部のマンダレー地方域にある町である。ミャンマーの仏教遺跡として、著名なバガン近郊にある町であり、ミャンマー各地と交通網で結ばれた空港や、長距離バスのターミナルが存在する。ニューバガンと共に、バガン観光の拠点となる町である。シュエズイ・ゴンパーゴダは、ニャウンウーに含まれている。仏教遺跡が集中するオールドバガン地区には、 ミャンマー政府の方針により宿泊施設は5軒の中、高級ホテルがあるだけで、ゲストハウスなどの安宿は皆無である。旅行者は、オールドバガンの北東にあるニャウンウーか、南にあるニューバガンに滞在することが多い。ニャウンウーには、ゲストハウスなどの宿泊施設や、レストラン、インターネットカフェなどが集中する。また、この地域で最大のマーケットがある。オールドバガンまでは、 電動自転車、自転車、馬車、タクシー、乗り合いトラックなどで向かうこととなる。ニャウンウーが登場するビルマゴのことわざに、ニャウンウーの崖が崩れて、チャンパながらの目牛の足が折れるというものがあるが、これは、何の脈絡もないという意味合いである。a b o の、通る、ビルマゴ辞典大学書林、2000年、208ページ。ISBN4 から475001455。 ありがとうございます。